これじゃ足りないって怒られるんじゃないかなと思ってましたけど、でもね、ジェフの選手たちもね、ブラボーもらえないんじゃないですか、これじゃこれ、ね、もうちょっと走んないと。これではさあ、というの方自分は呼ばれなかったんですよ、代表に、ね、だからそれでちょっとドキドキしてやっとに電話してどんな感じとか聞いてましたけど、すごい走るっていうのを聞いてて、はいはい、あ惜しいですね、これこれね、もう体が重いですね、トゥーリオ、縦トゥーリオ、お尻がいや、お尻つか腹ですね、こっちですか。随分先ほどズボンを上げて見せてくれたんですけれども、だいぶインスタのごまかしてましたね、横っ腹は。ちょっとね、でも頑張ってますよ。頑張ってます。頑張ってますよ。頑張ってますと思う。ね、でも呼ばれて、おい、星野選手が大好きです。さあ、ここからですよ、走るジェフ。星野ジェフが1点取ってほしいですね。本当特に何も言われてないんですけど、アジアカップ終わった後に、なんか自分が思ってたよりすごい走れてて、自分が間違ってたみたいなことを言われて、それすごい嬉しかったです。すごい、もっと走らない選手かと思った。お褒めですよ。いやいや、その練習の中でやっぱ自分が考えて走るっていうのとか、あとサッカー IQ ですね、大事にして考え、それを考えながら走る、それを教えていただきました。やっぱサッカー人生にはすごい影響あったんです。そうですね、この5人の選手はもう確実に全員だと思いますし、はい、選手だけじゃなくてスタッフ、あとはサポーターの方々もみんなこう、サッカーって何歳みたいな、はい、もう影響、はい、魅了されたんだと思いますけど、サッカーだけではなくてね、なんだろう、人生においても、こう強い言葉をなんかこう胸に持っていられる、はい、そんなね、はい、ありがとうございました。ちょっとお集まりの方に最後に一言、はい、そうですね、今日は雨の中です。
心の怒りをこれに表しています。なぜだと、グリーンカード、両チームの選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。素晴らしいゲームでした。